んにちは、黒橋ずこです。今日はシングルについてお話ししたいと思います。指抜きについてですが、いろんな指抜きがあることを私はキルトをするようになってから気がつきました。どうしてこんなにも違うんだろうと思ったら、指の使い方がキルティングをしたり、それから波縫いをしたりするときに違ってきますね。それは日本人でもお裁縫をして長く波縫いって日本では呼んでますが、私たち小学校の頃運針縫いを刺されましたけども、私はとうとうそれをちゃんとできないで卒業しております。だから大の苦手な方でした。その時の指抜きはこういう革の指抜きにセルロイドが裏から力添えしてあって、穴がポコポコ開いてるようなんですけども、指の真ん中に置いてここで針を落ち着かせて三寸離してこう縫うということを教えられたけども、私はとうとうそれも卒業までできることはなかったです。普通輪っか型の時にこういうふうな金物の輪っかがあります。これもここまで行った時には和裁、それからと後に知ることになるんですが、日本の仕立て職人さんたちはここに当ててこれより奥に入らないように、男の人でもこのくらいの指抜きをこう斜め掛けしたりして、そしてここで祀ったりもしているのを見ました。加賀の指抜きといって、中を和紙で作っといて自分の指に合わせたものを作って刺繍糸で上手にからげて飾り物かっていうようなものですけども、これもしっかりと針の耳を受け止めて指が傷つかないような工夫がされています。ここまでしか届かないのが先っぽだけで祭り縫いをしたりするときに当てるし、着物を縫うときにはこの指抜きであっても第二関節まで届くように、だからお裁縫の針というのはちょっと長めですよね。私がキルトを始めてから出会ったみんなアメリカ人たちがやってるキルティングの時に使う指抜きが妙に面白い形をしていて、これってなんでこんな風になっちゃってるんだろうっていう風に思いました。50何種類ケースに入っていたのを記憶しております。どうしてこんなに種類があるかっていうと、自分の指に合わせて使うというこういう指抜きではないですね。サイズ違いがあって、それで試してみて自分の指に合わせてこれでいいなというので、こう振ってみて落ちなかったらいいねっていうことになるんですが、ちょうどいいの前後を一緒に買うそうです。で、そうすると夏の夕暮れ時にずっと朝から根を詰めてお針をしてましたっていうふうな時には指に入らなくなるんですね。指がむくんで一回り以上膨らみがちの人は膨らむそうです。冬の午前中っていうのは、私の指はこんなにほっそりしてたっていうくらいに細くなるので、その前の細さのものも用意しておくっていう話も聞いたことがあります。で、この形は韓国の形です。で、これを当てがってここで仕事をするわけです。ここに異様にこの指抜きたちと違った形のものがここにあります。これが L サイズで、こっちが M サイズ、2種類しかありません。で、この2種類でどのように使い分けるか、この形がと違うのは、私の生徒さんだった人のおじいちゃんが銀座のとても有名なテーラーの店で主任さんをやってるぐらい35年も働いた人がいて、でそのおじいちゃんが亡くなった時に、おじいちゃんのお裁縫箱の中からこれが一つだけ転がり出てきたと。その指抜きを見て、まあ、これだったら先生なら面白がって使うだろうっていうので持ってきてくれたんですね。で、もちろん面白がりました。どう使うかっていうと、私がいろいろ試してみてこういう風にすれば使えるなっていう使い方を見つけたものです。こう広げといて指をそこに合わせます。で、合わせたら指の爪の両脇のところで外から指抜きをこういうふうにしぼめます。そしたら一回指を外してちゃんとちょっときつめに絞ります。そしてもう一度入れ直します。これでもまだ落ち着かないなと思ったらもう一回絞めて、
こうしてこれが空いてる状態で振ってみます。スポーンと飛び出すようだったらまだ絞り方が甘いなと。それから皆さんの指の形にもよりますから、この先っぽだけ絞めるんじゃなくて、心あたりもちょっと細い指の人ですね、締めてあげた方がいい場合もあります。そしてこのこう上に乗っかってるものを、この私は最初は外にやってましたけど、ここの間に糸が引っかかったりするの嫌で、こちら側に入れてギュッと絞って、そして最後にこの両面を、これでうまく縫えるようになります。でこうするとここで運針ができます。そしてキルティングの時にはこの辺りを使います。針を運針の場合は縫ってはこうしごくっていう動作がありますから、針はもうここまででいいわとか、糸が少なくなったからもう引き上げようっていう時しか針を上げることはありません。だからそれをやってみたいと思います。この縞の布で黒羽流運針縫いって呼んでくださっても結構です。私は離せないんです。で離すと縫えなくなっちゃう。追っかけ運針、先生からまた追っかけになってるよっていうので、よく左手を物差しで叩かれました。それでも直すことはできない。なんか先生が向こうに行ってる隙に縫い進んでおいて、私流を未だに貫いております。針の耳のところ、この糸が通ってるところをここに当てます。そして親指と人差し指で、布を挟んで針を持ちます。で、2目ほど縫っていったらもう本当にここぐらいしか開いてない。針を上下にするんじゃなくって、布の方も半分以上上下させます。ここまで来たらこっちに左手で布を下げます。キラッと光ったなと思ったら布を上げます。そして下の指がちょっと動きます。下に行ったら布の方を動かして調子を取るんですね。下上下上と、こうして親指がちょこっとずつ飛んでるのがわかるでしょ。これが黒羽流なんです。もう本当に針目は2目ぐらいしか目の前に見えてないんですが、こう離して待つ、こうするんじゃなくて、それができないから近寄せといて、ただ針目の今左の親指の下では手繰り寄せた布がいっぱいいっぱいになりました。そしたら針先をも掴んで、お尻の方からこう布をこうしてしごきます。でこれが私の運針縫いの針目です。この練習をするときに無地の切れだったりすると印をつけないとまっすぐ縫えませんね。だから私は大抵こういう縞柄を練習に使ったり、こうしていくと裏の針目がこうです。だいたい表の針目と裏の針目が下手なりに整っていくようになります。でコツはここの針が、これは2センチ7ミリありますから、ここに当てる人もいるし、私のようにこう捕まえる人もいます。で布の上からでいいから、ここのどこかに当たっていれば指を怪我することはありませんので、ここでこう落ち着かせたら、あとはこうして針が曲がらないっていうのかな、歪んで弓のようにならないのは針を抜き出してないからね。一度抜き出すっていうことは、こうしてここを押さえて、こうして針を抜き出してしまっちゃうと次の一目が歪んじゃうんです。だからせっかくここまでまっすぐ縫えてるのに、気早くパッチワークの人はだいたい最初に縫う時っていうのは、手縫いのパッチワークをしようと思った時には一目、3目か4目で引き上げると、4目に1回斜めのこうしてどこに落とそうかなって、こう上から眺めるからいけないのね。この前の針目が、線に沿ってまっすぐ縫われてるから、この上に置きます。
この上に置いて針の先だけ同じ針目ぐらいの長さでこう置くと、そして針を動かさないで布の方を立ててあげるとこっち側に出てきます。裏まで行けばいいんだから、こうしといて、ついでに2目ぐらい縫っといて、どうしてもここで糸をつながなきゃいけなかった時なんかは途中で上げてこういうこともします。そして親指の爪にちょっと我慢してね。でこれで整ったから、あとはまた最初の時と同じ